はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。本日はですね、ポーラーテックの日本代理店さんのところに遊びに行ったんですけども、さらにね、スーパーナチュラルね、僕この間、富士山で着させていただいたやつの、そうですね、こちらですね。はい。の、ちょっとショールーム的な感じのところにちょっと来させていただいてます。はい。すいません。はい。SN スーパーナチュラルの、ブランドマネージャーの平手と申します。よろしくお願いします。こんにちは。じゃあ、あれですね、じゃあ、何か、おすすめのやつってありますかね。おすすめは真冬の低山みたいな感じです、ね、真冬の低山。お、すごい、これ可愛いじゃないですか、めちゃくちゃ。こういう、あ、可愛い、これロゴが。こんな感じの、あ、これスキーにも使えるとか。スキーにも使える。あ、運動量の多いやつ。 あ、ここがあのハイネックになってる。あ、いいですね。はい。はまあ年間通じて使っている、はい、140g のウエットポリエステル5050は、あ、5050ですね、はい、これ僕も着ました。めっちゃいいですよね、はい、これ。これは本当にどんなシーンでも、どんなシーンでも使えます。冬の、そうですね、やっぱ高山になってくるとこれじゃ寒いかもしれない。寒いかもしれないけど、低山ぐらいやったら十分、はいはい、十分ですね。ね、はい、僕はちょっと寒がりなんで、その175の方を使ってるんですけども、はいはい、がおすすめですね、やっぱり、ね、あ、はい。なんかキャンプ的なの、キャンプ的なの、ちょっとこれはあのベースレイヤーとかではないんですけど、はい、あ、フリースみたいなのもあるんですね。フリース、あ、あるんです、フリースもあるんですね。新しい、はいはい、あ、すごいキャンプっぽいですね。はい、ちょっとキャンプでも使えるような感じで、ここにちょっとあの肘とかに表に出るのはオールウールで、あ、え、オールウール、はい、 100% です。表は、はい、で裏は、裏はメッシュ素材になってまして、はいはい、これもあの静電気立ちにくい素材で、熱をなんですか、ちょっとあの保ってくれるというか、はい、蓄熱してくれるような。あー、でもで、ね、ウールの断熱性と、まあ、通気性はあるんですけど、はい、まあ、このパチパチもしにくいですし。あ、なるほどですね、はい、あ、これまさにキャンプにうってつけっていう感じになってます、はい、これね、ユニセックスなんで、はいはい、レディースもメンズも両方もらえるような、すごい上質な、はい、なんか上質な質感で、なんか大人が着そうみたいな感じですね。これ大体おいくらぐらいですか。これで3万円ちょっととか、ね、3万円ちょっと、はい、あ、いやいや、やっぱウールを使ってる分結構お値段が、そうですよね、あったかくて、だからこれ洗濯機で洗えるんですよ。ああ、はいはい、はい、洗濯、ウールだけど洗濯機で網入れて洗えるみたいな、はい、あ、まあ私服でも全然着れますし、ます、うん、キャンプでも使えるとか、この生地返しがまた丁寧な、こういう感じですね。この辺はちょっと守りやすいんで、はい、これに変えて、この切り返しに変えてるところですね。おっしゃるとさすがでございます。いやいやで、そういう感じですかね。はい、はい、あ、じゃあそんな感じでね、スーパーナチュラルさんのショールームに遊びに来ましたっていうことです。はい、まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。